というわけですね、第2弾ということで、はい、グローブ紹介来ていただきました。ではお名前と背番号をお願いします。背番号30番の、ピッチャーやってます、倉橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何やら噂によるとなんか珍しいグローブを持ってるということで、はい、どうぞ。なんか珍しいグローブちょっと見せてもらっていいですか。ガーンとニーナさんのグローブです。ニーナさん、はい、ニーナっていうグローブ初めてじゃない？ニーナ、いつから使ってるんですか？去年の6月、7月あたりから使ってます。大体1年ぐらい。カラーリングがなんかもうクソかっこいい、うん、今日カラーリングもやっぱ自分でこうデザインして、自分でもうウェブのデザインとかもフルで自分で決めれて。あ、K ですか？倉橋の K と三振の K をかけて K にしました。なるほど。こっちから見たらこう振ってるこれに見えた。ピッチャーピッチャーですもんね。はい、はい、なんか他の選手もなんか同じの使ってるってさっき。そう、阿部さんが1ヶ月前ぐらい新しいグローブ欲しいなって言ってて、自分がニーナ使ってたんで紹介したって感じ。紹介してみたいな感じ。なるほど。ちょっと後でじゃあ聞きましょうね。どういうなんか型とかこだわりとかって自分あります。カワーがピンって張ってて、ちょっと細長いように使いたいです。細長い、縦に使うような縦みたいな。縦よ、縦こういう感じで。ああ、なるほどなるほど。縦に使って、あんまこういう感じにはしたくないです。はいはい、なるほど。こう開いちゃう。なるほど。こういう感じですか？そうです。うんうん、あんま握らないです。なるほど。投げるときはなんかグローブマニアおじさんということで。おじさん、グローブおじさん、28歳はグローブおじさんということで、ちょっと見てもらって。はめていいっすよ。いいっすよ。え、いいっすか。いいんですか。全然大丈夫です。失礼します。はい、あ、硬い。本当に硬い。そう、だ関節はありますよね。関節はあるけど、あのしっかりとメリハリがあるような型をしてますね。で、これ言っていいのかな、多分ブーンさんと同じ縦とじな。ボーさんって何？ブーンさん。多分権利の関係で言えないけど。ああ、なるほどなるほど。とか、まあ、とあるメーカーのバックスタイル、弁当の閉じ方やってたりとか、それもまあ、ブーンメーカーと一緒の。なるほどなるほどね。多分、結構選手の意見を取り入れてくれるメーカーさんなのかなって。ああ、そうです。フルで聞いてもらえます。言い方すごい悪いかもしれないですけど、わがままを全部聞いてくれるメーカーなのかなっていう。なるほど。感じがしますね。で、カワスも張りはあるんですけど、しっとりめですよね。あ、そうです。いい革なんです。うん、いやー、いいっすね。肌触りメーカーすごいね。いや、ピッチャーやったらマジ硬いっすよね。硬、うん、めがやっぱ好きな人多くないですか、ピッチャーが。多いっすね。極端っす。めっちゃ握るタイプか、全然握らないタイプ。多分サイドスローの方とかは、アンダースローの方は柔らかくないとダメなんですよね。あの、巻き込んだりとかするんで、はい、巻き込まなきゃいけないんで。なるほど。うわっ、ああ、めっちゃここにちゃんとこの関節が縦で曲げてるんだろうなっていう関節がすごいわかる。すごい。これ自分でやられてますか？肩は自分でつけました。すごいですね。投げながらつけてったのか、ちょっと折り曲げてったのか。最初届いた時はもう硬かったんで、自分でやりながらで投げながらみたいな。マジっすか。450キロぐらい投げるんですね。147だね。どんな世界ですか、130キロ台から140キロ台に行った時のなんか気持ちって何かあります？やっと行ったなって感じです。やっと行ったなって。40に乗った時は高校の時なんですけど、やっと行ってくれたなみたいな。マジっすか。次元が違う、ね、そっからなんか140から145とか、はい、7に行った時どういう気持ちでした？嬉しいですけど、正直それだけじゃ、まあ、プロ行けないんでまだ足りないかなってずっと思いながらやってました。今の時代160がやっぱね、そうマストじゃないけど155とかがやっぱなんか行かないとなんか行けないみたいな感じじゃないですか。そうです、頑張ります。頑張ります、はい、プロ、はい、ニーナで頑張ってください。こちらで頑張ります。頑張ってください。はい、ニーナさん、ちなみになんかインスタとかってあるんですか？インスタグラムあります。なんかこう、なんかもしかしたらほら、あのオーダーしたいっていうと思うんで、インスタ調べればあります。はい、あります。じゃあ、倉橋さんのインスタが飛んでいいですか？あ、大丈夫です。自分のフォロー欄から見れば。わかりました。じゃあ、そのフォローをちょっとこう解釈してリンクで、はい、翔平TV の概要欄に貼っておきますので、お願いします。ぜひ
よろしくお願いします。はい、今日はですね、倉谷さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。はい、というわけで、選手来ていただきました。カメラに向かって背番号、お名前をお願いします。はい、背番号50のピッチャーをやってます。阿部雅です。阿部投手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんかすごく派手なグローブ持ってらっしゃいますね。はい。これなんですか、これ。これニーナ。いや、聞いたことねえわ。ニーナ。さっきの方も言ってましたよね、ニーナ。はいはいはい。はい、このグローブにした、はい、なんか理由とかってあるんですか。チームメイトの倉橋道人がこのニーナっていうメーカーを使ってるんですけど、うん、ちょっと一回そのミッションもらった時にそれ肩とか皮の張り感が良かったので、うん、それちょっとオーダーしてみようかなって。なるほど、はい、このウェブのこのこれなんですか。これはちょっとベアーズってことで熊の手が。あー、熊って5本指だったんだね。5本ですね。だいたいそうでしょ。あ、そう、あ、そう。このカラーリングにしてある理由ってのもあるんですか。ちょっとやっぱり自分的に目立ちたいグローブというか、ちょっとこう派手なのが。なるほど、はい、ライナーバック。このカラーリング、この紐の色もなんかこう、じゃ緑だから、じゃあ何色にしようかなって考えて。そうですね、こう合う色合いを考えて、うん、でちょっとこれ見にくいんですけど、中も赤にして。わお。これ赤くなるやつ。いや、なんないですね。あ、なんないですか。ちょ見えないところも色こだわってこの作っていただきました。僕がオーダーしたこの中赤いやつ真っ赤になるんですよ。本当ですか。あの、あれアンズアメのあれみたいね。真っ赤になるんですよ。すごいですね、ならないの。すごいですね。刺繍ちょっと見たいな。刺繍なんて書いてますか。ソレユケ海星町民って書いてます。ソレユケ海星、僕の地元が海星町っていうか、東日本で一番小さい神奈川県の西の方にある町なんですけど。初めて知った。だってすっごい失礼ですけど、神奈川に町ってあるんだ。ありますあります。確かに確かに。あの大都会神奈川に。でも端っこの方に。そうなの。なんか有名な都市だったら、都市っていうかあれだったらどこが近いですか。一応小田原の横ですね。小田原の横。じゃあ箱根と小田原の真ん中ぐらいですか。箱根、うん、小田原、海星町って言われて。あー、なるほどね。小田急で言うと、あ、ちょっと小田急で言うと急行が止まるのが、小田原初だったら、はい、一番最初に止まります。なるほど。すごい分かりやすい。はい、新宿一本。そうです。今年で1年目です。今年1年目です ね, ですよね。はい、この選手のなんか雰囲気どうですか。ベアーズ。いや、なんか今年のこのチームすごくやりやすいですね。やりやすい。なんか年近いですか。あ、近いですね。なんか一番面白い選手、ちなみにいるんですか。一番面白い選手ですか。ちょっと売ることになるな、これ。イエーイ。面白い選手、面白い選手います。まあ、ちょっと個人的にいいなって思うのが、あのピッチャーの矢口浩太君。なるほど。彼があのモノマネ名人。モノマネ名人、あ、来ましたね。いろいろやってらっしゃるんで。なるほど。あの山村学園出身です、埼玉。おー、川越の。うん、そうだ、確かそう、確かそう、そうです、そうです。じゃあこのグローブをじゃあいつ、え、今年から。あれもう最近ですね。昨日試合で初めてつけました。もうすぐほやほや。どうでした、どうでした、どうでした。めちゃめちゃ軽いんですよ。なんで左手にこう無駄な力入んなくて、すごい投げやすかったです。結構縦で使ってますね。めちゃめちゃ縦ですね。縦派なんだ。ライナーバックで今ちょっとあのさっき裏から見せてもらった時縦閉じなんで。あ、そうです、縦で、はい、縦でしか使えないぐらいな。はい、こう。じゃ結構上なんですか、投げ。まあ、理想は上から行きたいんですけど、ちょっと気づいたらだんだんこう、めっちゃ来てますね。たぶん田中投手に近い肩の付け方してる。田中広いやつですか。さっきさ、ピッチャーだったけど、セカンドじゃなかったっけな。さっき、吉典さんにモノマネを披露するって言って、田中広いやつ選手のモノマネをやって、渋って言われた、その、が今ちょっと引っ張っちゃった。多分あの、マー君投手。あ、マー君投手。あ、確かに。に、多分肩の付け方似てるのかな。そうかもしれないですね。はい。ウェブもあんまり負けず、あ、負けず、負けないですね。めちゃめちゃグローブ大好きで。あ、そうなんですか。そうですね。あのグローブと一緒に寝たいぐらいグローブですから。僕も大好きです。あの僕、中学校の時受験勉強せずに牛の皮1枚買って自分でグローブ作った。え、マジ。はい、ガチだ。まあ、やっぱ野球だけから勉強しなくてよかった。マジですか。いやいや、でも全部大学の一般塾だ。マジっすか。ちゃんと勉強も。初めて聞いたメーカーなんで、うん、ちょっとグローブ大好き、ね、芸人じゃん。会社はすごいね。いい勉強になるんです。もう興奮して仕方がないよ。、はい、というわけで、今回はですね、こちらグローブ紹介してもらいました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。はい、というわけでですね、
来ていただきましたけども、お名前と背番号の方よろしくお願いします。はい、背番号32番の三浦豊です。三浦豊さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。内野手ですよね。内野手です。では、ご自慢のグローブをバーンと見せていただいてもよろしいですか。そういう感じですか。はい、こうです。素晴らしい。ガーンと。ミップっすね。オレンジ系。オレンジっすね、多分。これ、いつ頃買ったんですか。大学4年生の時に、1年前ぐらいですか。え、今23ですか。23っす。若い。なかなか結構年上に見られる。27とか28とかで見られるんですけど。と思ってました。28ですよ。マジですか。じゃあ同じ年。僕も30。今年32ですよ。32ですよ。どんなこだわりがあって購入したんですか。こだわりは、そうですね。まあちっちゃいが好きなんで、はい、ちっちゃいのがいいかなと思って買ったのと、結構革が良かったんで、それで選んだと思います。あと、ウェブが。クロスのやつが好きだったんで。じゃあ歴代持ってるグローブは大体このクロスウェーブですか。大体クロスウェーブですね。オレンジ使ったことなかったので、ずっと黒とかそっち系だったんで。なるほど。オレンジ使ってみようかなと思って。既製品なんで、オーダーしてないんで。なるほど。このまま買ったんで。他の選手すごいなんかこだわりあるんですよ。こだわりすごいっすよね。知らないメーカーとかもある。一番あんまり詳しくなかったので。僕タイプっすね、感じ。感覚、もう、体さえありゃ OK みたいな。水のプロがいいんだなと、すごい分かったっす。同じ感じかも。じゃあ、上手い人は何ですか。上手い人は。そうなんですよ。いや、そんなことないっす。上手い人はそうなんですよ。なんか自分のプレーでの売りっていうのがありますか。まあ、そうっすね。誰ですか、守ですか。まあ、守備っていうよりかは、バッティング、あとは足なんで。足です。あとピッチングですか。ピッチングはちょっと厳しいっすね。そうっすよ。足速い、なんか聞いてたし、確か前、片山さんと練習前のなんかロンティの雨降った、はい、県営宮かな、県営かな、ジャイアンツ戦ですか。そうそうそう、その時確か降ってたと思う、片山さんと一緒に肩打ってたっすね。その時に、うわ、なんかすごいなんかでかいな、振り大きいし。振りは強いって言われるんですけど、うん、最近はちょっとあまり当たらないことが教えましょうか。やめろそれだけはやめろ。軟式36分だから今ちょっと今月ピンチなんで。月末の金月みたいに言ってくるなって今月ピンチって、はい、今月始まったばっかりですよね。ちなみに今4月1日ですからね。今月ピンチ。先月の分がちょっとピンチでした。あ、じゃあもう乗り切れた。はい、だから乗り切れた。そうなんで、はい、思ったのはちょっと菊池選手モデルっぽいなっていうらしいですよ感じですね。でも多分分かんないみんなから言われても、そうなんですかぐらい。そうなんだって感じ。とても紐って抜かれました。あ、自分で抜きました。ああ。なんか柔らかく使える。そうですね、水野であんまり抜いてるっていうのはイメージないので。とての紐抜いちゃうってことはちょっと僕とは違いますね。僕マジで分かってないからな。そのまま使っちゃうの。じゃあ抜き方知らないでしょ。知らない。引っ張りは抜けちゃう。引っ張りは抜けです。それぐらいしか分かんないけど。でもとて抜くってことはちょっと僕よりちょっとレベル高いです。こだわりがいじるのは好きなんで。いじるの好きなんです。じゃあこっちはちょっともう敵なら敵。敵な感じですね。敵で。広いっすよね、ポケット。どちらかというと。そうっすね。どちらかっていうとこう広く開きたいタイプなんです、うん。水野さんにしてはちょっと珍しい型をしてるのかなっていうのはあったので、握り替えがすごい早そうなグローブな感じしました。というわけで本日はですね、三浦選手に来ていただきました。ちょっとグローブ以外にもいろいろね、そうだね、いろいろボケツッコミをしたりいろいろとおっしゃったんですけど、まあもう見て分かる通りめちゃめちゃ面白かったんで、今後の活躍に期待しております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、お次の方来てもらいました。ではお名前と背番号をお願いします。背番号25番、鈴口隆起です。佐賀選手、お願いします。お願いします。以前バッテをちょっと使っていただいてましたね。はい、前回の動画ね、ガンガン出させていただいたんで使っていただいて、ガンガン、あとロンティーとかも出させてもらってね、はい、すごい力強い4番バッターでございます。はい、というわけでですね、今日はこの動画ですね、はい、バッティングの理論の話をしていきたいと思います。マジですか。なんか違うな。はい、俺ちょっと待って、演者が聞いてたのが違うんだよ。違った、ごめん。あ、グローブか。今日グローブの紹介ですよ、グローブの紹介。じゃあグローブ紹介してもらいましょう。はい、じゃあグローブの見せてもらっていいですか。はい、メーカーはどこですか。 Z っすね。 Z? Z です。で、これちなみにいつ頃購入されたんですか。これはもう1年前ぐらいですね。あ、1年前ぐらい買ったんですか。はい。使い始めたのっていつぐらいですか。買ってから使い始めるまで何ヶ月ぐらいで。うわー、どうやったっすかね。2ヶ月ぐらいで。
2ヶ月で、うん、でもう叩いてもらってたんで、ああ、ね、スポーツ戦で、はい、でもうこれちょっと僕アイラブチャーリーって入ってるんですけど、チャーリー誰ですか？チャーリーはもう僕がもうずっとグローブ買ってもらってる人で、ああ、で地元の人なんですけど、なるほど、じゃあ応援してもらってる、そうなんですよ。型番っていうかあれはなんか、いやわかんない、誰モデルとかって、これは大きさはその源田選手と一緒なんですけど、サイズ4ですね。で十字が良かったんで、僕はこれは飾り、飾りっすね。まあでもそこに紐取ってるんで少しウェブ強くなるよっていう、あその効果もあると。そうサードも持ってるんで、そうっす。あの打球ってどうなんですか、えぐつないですか？えぐいっすね、きますよ、バーンのきます、きちゃう。それにまあ負けないようなグローブになってる、目つぶってでも取れるようなグローブ、すごいグローブじゃないですか。えカメラつけますいてんの？AI AI 勝手に動くみたいな、言ってよかったんですか？目つぶっても取れる、まあ、全然いいです、大丈夫です。AI でもいいですから使っちゃって。え、これ言っていいですか？ AI。AI 実は AI グローブ入ってるんですよね。自分のやっぱ売りってちなみに何ですか？守備と走塁とバッティングです。全部じゃないか。まあでも一番やっぱバッティングが。バッティングですか？はい。なるほど。だって4番ですもんね。え、ホームランとか長打って結構自分でやっぱ狙ってこうなんか打ってる。それともしくは単打をこう狙ってコンパクト狙って結果がなんかそう長打になってる。いや、まあ基本はホームラン狙ってますね。狙ってます。狙わないと打てないと思って。そうなんですよ。今日はちょっと雨でどうなるか。まあやんできたと思うんでできると思うんですけど、はい、まあもちろんね。よっしゃってさっきすごい嫌がってたじゃない。やばい。よっしゃ中止だー。中止だーって試合だー言ってた。試合だーって言ってた。試合だー聞き間違えてた。あ、ね、それはすみませんでした。聞き間違えてたかもしれないです。はいはい、なるほどなるほど。じゃあ今日は試合で。しゃあ、はい、頑張ります。はい、大活躍してください。はい、以上です。ありがとうございました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 。おっしゃ、いったっしょ。答え答え答え。答え答え。あれ、バウアうっ負けた説出てんな。どうすか、負けた説出てんな。どうですか、どうですか。負けた説出てるっすね、これ。どうですか、今。ひもず。僕、これ以上人気あったら生まれたくないから。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょーじゃーいけ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 、そう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 、ショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。